PayTM はデリー首都圏の外に拠点を置くインドの電子決済及び電子商取引企業。2010年に設立された。Pay は親会社の197コミュニケーションズの消費者ブランドである。名称は Paythrough Mobile の略語。同社は2017年1月現在で1万3000人以上の従業員を雇用しており、インドを中心に3億人のアプリ登録者を 抱えている。また、ペペーメントゲートウェイとペワレットも運営している。その他の資金調達源の中でも、ペは2015年に中国の電子商取引企業アリババから15億ドルの評価額で6億2500万ドルを調達した最初のインド企業となり、アリババグループは197コミュニケーションズの筆頭株主となった。ペは2010年に 197コミュニケーションズリミテッドによってプリペイド式モバイルリチャージサイトとして設立された。インタビューで創業者のシャルマは中国訪問中に野菜の売り手が携帯電話を使って一部の顧客から支払いを受けるのを見てインスピレーションを得たと述べ、これによりシャルマは2013年にペワーレットを設立した。2013年に同社はペワーレットを開始した。 2016年11月時点で、ペワレットは、インド最大のモバイル決済サービスプラットフォームとなっており、1億5000万以上のウォレットと、アンドロイドベースのアプリが7500万件ダウンロードされている。このサービスの利用の急増は、主に500ルピーと1000ルピーの法定通貨の廃下によるものであった。2016年11月8日以降、 ペの取引と利益は大幅に増加したペは、ミワタクシーの配車サービスと地元商店からのオンデマンド配達サービスを行う企業、ジャグヌに500万ドルを投資した。同社はまた、デリーに本拠を置く消費者行動予測プラットフォーム、シーフを800万ドルで、地元のサービススタートアップ、ニア、インを200万ドルで買収した2015年3月、インドの実業家ラタンタタは、ペに、 個人的な投資を行った。同月にアリババグループの金融資会社、アントフィナンシャルが戦略的合意の一部として、197の株式の25%を取得した。後ペはアリババグループから5億7500万ドルの出資を受けた。2016年3月にペは運営資金として、アイソサエ銀行から30億ルピーを借りた。 2017年5月18日に、インド経済圏において、最大の出資の一つとなった。ソフトバンクのペイの14億ドル出資により、ペの企業価値が48億ドルから80億ドルに上昇した。今日までのソフトバンクのインドにおける最大の投資となった。ペは、アリババとアントフィナンシャルから5億ドルを調達していた2018年8月28日。 バークシャーハサウェイが250億ルピーを出資資産から4%株式を取得。企業価値は100億ドル超の評価。2015年にペはインド準備銀行からインドの最初の決済銀行ペペイメンツバンクリミテッドを始めるライセンスを獲得した。当時は現時点ではデビットカード、貯蓄講座、オンラインバンキング、 送金などの新しいサービスを提供するためにペの既存のユーザー層を使用してキャッシュレス経済を実現することを意図していた。決済銀行は創業者のビジャイシェカルシャルマが51%、197コミュニケーションズが39%、10%が197とシャルマの子会社によって保有される独立した企業であるペのサービスはブラウザーとアンドロイド、 Windows および iOS オペレーティングシステムを通じて利用できる。p e は統合された請求書支払いシステムボロットビルペイメントシステムの運営ユニットとしても承認され消費者向けに複数の支払いモードが可能になっている PEP ワレットアプリケーションを使用すると航空券やタクシーの予約、モバイル充電のほか DTH、ブロードバンド通信料 電気代の支払いなどができる。送金機能はモバイルユーザーのみ使用でき、デスクトップでは使用できない。ユーザーはインディアンオイルペトロールパンプスで燃料代を支払い、ウォレットを通じて PVR シネマで映画券を購入することもできる。電子機器、家電製品、携帯電話、医療品などを含む多様なカテゴリーの商品をペから購入することができる。 2017年にはバイク、車、デジタルゴールドの予約が最近追加された。ありがとうございます。